明治天皇忠筆のところの石踏みは、千葉県船橋市の指定文化財の一つである。奈良市の地名発祥の地を示す史跡となっている。奈良市の名所の一つ。忠筆とは、天使が教皇の途中で、一時乗り物を止めること。一時、その土地に駐留すること。忠恋と同義である。 江戸幕府直轄の小金墨の一部だった山と田原で、1873年4月29日から5月1日、明治天皇が、この野兵を率いて八重し、演習を展覧した。皇居に観光した後、5月13日、この地を、奈良市の源と命名した。その故事を記念するため、陸軍省の認可を得て、明治50年に相当する1917年10月に、 陸軍省を中心とする有志によって、石踏みが混流された。高さ3.9メートル、幅1.6メートルの仙台石製船橋市、本町の石国の職人が文字を担当した。文字は、陸軍大将、山形有友の筆。石碑の裏には、明治天皇がここに露営し、演習を投函したこと、この地が演習に適すると認め。 長久陸軍三沢連城と定めたことが記されている。この石碑の所在地は当初、明治天皇が天幕を張ったとされる場所に建っていたが、現在は、船橋市の郷土資料館の近くの、薬園大公園内に移されている。この石碑がもともと建っていた奈良市の第四丁目59番付近は、三行台と呼ばれ、明治期の小技、戦後の奈良市の開拓時代の地区名。 現在の奈良市の第四丁目町内会の名前、周辺にある船橋市立役園大小学校の校歌にも、みゆき台から昇る日の、というカゴで見受けられる。ありがとうございます。